というわけで今回もご視聴ありがとうございます。今回は制作の都合上音声のみでゆるくトークしていこうと思います。連続で浜田省吾さんの話題になりますけれども、もう発売まで1週間を切ったオンザロード2023ユースインザジュークボックスツアーの DVD ブルーレイのトレイラー動画が公開されましたね。以前の動画でお話ししましたけれども、個人的にはオンザロード2023は映像化したら自分の中でのフェイバリットの映像作品になるのではないかという予感がしていました。で、今回のトレーラーを見てその予感が確信に変わりましたね。本当に素晴らしい映像だと思います。特にこれまでのアリーナツアーの映像ではオンザロード2011なんかはスパイダーカムで撮影された映像が使われていたりとか、大会場のライブっていう感じが強調されていた気がしますけれども、今回の映像は2022年の武道館の映像を思わせるような客席とステージの距離も近い映像に仕上げられている予感ですね。もう数日後に発売されるにもかかわらず自分はすごく待ち遠しいですし、まあ、皆さんもそんな気持ちかなと思います。まあ、発売されたら改めて長い感想動画を撮ってアップする予定ですけれども、まあ、今回は浜田省吾さんの YouTube チャンネルに公開されたトレイラー動画をもとに非常に細かい話をしたいと思います。今年の1月のツアー終了後にこのチャンネルにオンザロード2023の映像化される公演はどの日だろうという検証動画をアップしたんですよね。というのも今年1月に行われた埼玉スーパーアリーナ公演と有明アリーナ公演の2つの会場の公演に映像収録が入って、会場でもアナウンスがあったんですよね。ここ数年の省吾さんのライブ映像作品は1つの会場の 2days の映像を収録したものが多かったので、2会場収録が行われたオンザロード2023の映像はどの日の公演が中心に映像化されるのかという非常にマニアックな検証を、皆さんにいただいたコメントとか SNS 上の投稿をもとに行ったんですね。で、結果今回リリースされるオンザロード2023の DVD ブルーレイの触れ込みは埼玉スーパーアリーナと有明アリーナを収録っていうものになっていて、埼玉と有明で違った日替わり曲も特典映像で保管されることになりましたね。だけど埼玉スーパーアリーナも2日間収録が行われて、有明アリーナもほぼ初日中心ですが一応2日間収録が入ったということで、これまでの省吾さんの映像作品同様に1曲の中でも数日分の映像がミックスされることになるわけですね。で、今回のこの DVD ブルーレイを見ながら、この映像はどの日に撮られた映像なのかなって気になる人は少なくないと思います。特に埼玉スーパーアリーナと有明アリーナの収録日に参加した方は今回の映像に自分の姿が映り込んでるんじゃないかとか、自分が実際に会場で見たライブの映像なんじゃないかって気になるのではないかと思います。自分は埼玉の初日に参加したんですごく気になるんですよね。で、以前の動画でお話しした埼玉有明各公演のカメラの配置の情報をもとにトレイラー動画をしっかり見ていたら、ある程度はどの日に収録された映像か判別できるポイントがあることが分かりました。なので今回は浜田省吾さんの YouTube チャンネルに公開されたトレイラー動画をもとにオンザロード2023の DVD ブルーレイに収録されている映像がどの日に収録されたものかが分かるポイントをお話ししようと思います。ただもちろん浜田省吾さん公式の方からこの日はこういうカメラの配置で収録しましたよっていう情報があるわけでもなくて、あくまで SNS の情報とかこのチャンネルのコメント欄でいただいた情報とか、バンドメンバーの皆さんの SNS に上げられていた写真の情報とか、あとは自分が埼玉初日に実際に参加して確認できた様子をもとにお話しするので、間違った情報を含んでいる可能性があることをご了承いただきたいと思います。で、以前の動画でもお話しした埼玉スーパーアリーナ2日間と有明アリーナ2日間のそれぞれの公演のカメラの配置情報はこちらです。まず埼玉初日は自分も実際に会場で確認できましたけれども、ステージの両サイドとアリーナ席の一番後ろの方にクレーンカメラが設置されていて、で、ステージの目の前とアリーナ席の前方とセンターステージより後ろのアリーナ席の3箇所にレールカメラがあって、アリーナ席やスタンド席に複数の定点カメラがあることやハンディカメラを持って動いているスタッフの方の姿も確認できました。そして埼玉2日目はいただいたコメントや掲示板の書き込みなんかを見ると、クレーンカメラがなくてステージの目の前に初日と同じようにレールカメラがあって、で、ハンディカメラとか定点カメラが
アリーナ席やスタンド席にも多数あったようですね。で、大掛かりな収録体制ではなかった気がするというコメントもいただいていて、それらの情報によるとアリーナ席にレールカメラはなかったみたいですね。そして有明初日公演は埼玉初日同様にステージ左右にクレーンカメラがあって、ステージの目の前とアリーナ席にレールカメラがあって、特に SNS の書き込みによるとハンディカメラを持ったスタッフの方が多かったようですね。でステージ上でカメラマンが翔吾さんを360度回転しながら収録していたとか、気が散るぐらいにスタッフが動き回って撮影していたという証言もいただきました。浜田翔吾さんの公式 LINE の方でも有明初日は映像収録が入るっていうアナウンスがされてましたよね。また以前の動画のコメントでいただいた情報によると、有明初日の第一部の翔吾さんの衣装は埼玉スーパーアリーナで着ていた赤黒チェックのシャツではなくて白い水玉模様のシャツだったらしいですね。そして有明アリーナ2日目千秋楽公演はステージ前にカメラがあったというコメントをいただいています。で一応会場の方で収録アナウンスもあったみたいなんですけれども、公式 LINE では初日のみ収録のアナウンスが行われてましたね。なので情報は定かではないですけれども、ほぼ収録は行われていなかったのかもしれないです。またこれもネット上の情報によるとですけれども、セットリストは埼玉2日間と有明2日目が日替わり曲3曲がいつかもうすぐと愛しい人へと19のままさで、有明初日のみこの3曲が愛の駆け引きと丘の上の愛と悲しみは雪のようにだったみたいですね。以上の点からほぼ確定と言えるのは、まず DVD ブルーレイの本編に収録された日替わり曲であるいつかもうすぐと愛しい人へと19のままさはほぼ完全に埼玉スーパーアリーナ2日間の映像で、もしかすると有明2日目の映像が含まれているかもしれないということ、そして特典映像の愛の駆け引きと丘の上の愛と悲しみは雪のようには完全に有明初日のみの映像ということですね。またリトルロッカーズメドレーは本編と特典両方にクレジットされているので、本編のセットリストを見るとおそらく本編が埼玉で特典が有明の映像じゃないかなと思います。で問題はこの日替わり3曲を除いた他の全ての楽曲の映像がどの日に撮られたものかですよね。まあ、先ほどもお話ししたように翔吾さんの映像作品って基本的に1曲の中で数日分の映像を切り張りしているので、どの日の映像かを特定するのが難しくなっています。なのでこれまでお話ししてきた情報が映像の中に残っていればどの日に収録された映像かを特定していくことができるので、これらの情報をトレーラー動画と照らし合わせて考えてみようと思います。まあ、一応トレーラー動画のリンクを概要欄に貼っておくので、実際に検証してみたいという方はそちらと見比べながらお聞きいただければと思います。どの日の映像かを判別する方法としては、まず客席からの引きの絵で客席の様子から埼玉スーパーアリーナなのか有明アリーナなのかを特定するところですよね。まあ、埼玉スーパーアリーナの方がキャパが倍近くてスタンド席が丸みを帯びている形で、有明アリーナはアリーナ席とスタンド席の境目がくっきりしているので、まあ、そういう点を見れば分かりやすいと思います。で客席の形的に埼玉スーパーアリーナであることが分かって、でなおかつステージ前にクレーンカメラが映っていれば初日で、映っていなければ2日目の映像になりますね。ステージの左右の高いところからステージを接写している映像はクレーンカメラの映像なんで、埼玉初日か有明初日であることが分かりますね。またアリーナ席最高方のクレーンカメラの映像は一番分かりやすく埼玉初日であることが分かります。でここからトレーラー動画に沿ってここの映像はおそらくこの日じゃないかなという特定をしていこうと思うんですけれども、先にお話ししておくとトレーラー映像の中で埼玉だとわかるカットはいくつもあったんですけれども、有明だとわかるカットは自分は確認できませんでした。まあ、トレーラー動画のスクショを撮るわけにはいかないので、できる方はぜひ手元に別の端末でトレーラー動画を用意していただきたいと思うんですけれども、まずトレーラー動画の中のマネー、例えば動画の14秒からのカットは会場の形的に多分埼玉であることが分かります。ただクレーンカメラが映ってないように見えるので多分埼玉の2日目じゃないかなと思います。そしてダンスの1分4秒からのカットも会場の形的には埼玉でクレーンカメラが映っていないので多分埼玉2日目だと思います。まあ、どうしてもクレーンカメラは影に隠れたりもしてると思うので間違ってるかもしれないですけれども、そして1分9秒からのカットはクレーンカメラの映像で、翔吾さんの衣装が赤チェックのシャツなんで多分埼玉初日の映像だと思います。でその前の定点のカットから翔吾さんの動きがつながっているので多分その前のカットも埼玉初日のものだと思います。そして1分18秒からの2つのカットは
両方ともクレーンカメラがないので、多分埼玉2日目の映像だと思います。ちなみにビッグボーイブルースともう一つの土曜日は拙者の映像しか公開されていないので、どちらの日のものかがちょっと判別がつかないですね。そして次、センターステージのメインストリートですけれども、1分57秒からのカットはステージ後方のクレーンカメラからの映像なんで、完全に埼玉初日の映像ですね。もう自分もアリーナ後方の席で見ていたんで、この映像に豆粒で映っていることになります。そして2分4秒からのアングルの映像がこの後にも何回も出てくるんですけれども、アリーナ席後方のクレーンカメラが映ってないので、このアングルの映像は多分全部埼玉2日目の映像じゃないかなと思います。そして2分20秒のスタンドの200レベルから撮られたと思われる映像は、会場の形的に埼玉で、アリーナ席にレールカメラが映っているので、多分埼玉の初日だと思います。そしてラストショーですね、2分37秒からのカットは会場の形的に埼玉で、ステージ前のクレーンカメラが映っているので、完全に埼玉の初日の映像ですね。この位置に定点カメラがあるのを目視で確認できた記憶があります。で、対してすぐ後の2分41秒からのカットは会場の形的に埼玉で、でクレーンカメラとセンターステージ前のレールカメラが映っていないので、完全に埼玉2日目の映像ですね。で、続いて J ボーイ2分58秒からのカットはクレーンカメラがちょっと確認できないんですけれども、埼玉2日目にはなかったと思われるアリーナ席のレールカメラからの映像なんで、多分埼玉の初日か有明の初日の映像だと思います。で、3分からのカットも会場の形的に埼玉っぽくて、でアリーナ席後方のレールカメラと思われる映像なんで、この位置にレールカメラがあったなら埼玉の初日っぽいですけれども、このカットもステージ前のクレーンカメラがうまく確認できないですね。暗い部分と重なってるのかもしれないですけれども。そして3分6秒からのカットもクレーンカメラが映っていないので、埼玉2日目かなとも思ったんですけれども、クレーンカメラが確認できなくても初日っぽい映像もあるので、これはちょっと判別がつかないですね。そして続いて明日なき世代ですけれども、3分21秒から3分29秒のカットは定点の映像で、クレーンカメラが見当たらないので埼玉2日目か有明2日目かなと思うんですけれども、その後のハンディカメラのアリーナ席を縦に動いている映像は客席の形とクレーンカメラが映っていないことから埼玉2日目だと思います。そして3分30秒からのカットはクレーンカメラが映っていて、で明らかにアリーナ席の最後方からのクレーンカメラの映像なんで、完全に埼玉初日の映像ですね。で、3分40秒からのカットは客席の形が完全に埼玉で、でクレーンカメラもレールカメラも映っていないので、完全に埼玉2日目の400レベルから撮られた映像ですね。で、3分48秒のカットは冒頭と同じようにクレーンカメラがないので埼玉2日目で、でその前のカットと古村さんの動きがつながっているので、多分その前の正吾さんを拙者したカットも埼玉2日目だと思います。で、4分7秒のカットも定点でクレーンカメラがないんで、多分埼玉2日目だと思います。そして最後の君が人生の時は完全に定点の映像で、見切れてるのかもしれないですけれども、クレーンカメラが映り込んでないので、埼玉か有明の2日目の映像の可能性が高いと思います。トレーラー動画に沿ってお話ししましたけれども、特にクレーンカメラに関しては画面の明るさとか画角によって見えてないだけかもしれないですけれども、ひとまず自分が目視で確認できたのはこんな感じです。トレーラーの映像だけを見るとカメラの台数が少なかったにもかかわらず、埼玉2日目と思われる映像が初日よりも多い気がしますね。まあ、これまで浜田省吾さんのライブ映像っていうと 2days のうち2日目の映像を収録したものが多かったですけれども、オンザロード2022の映像が明らかに初日中心だったんで、今後は省吾さんの映像収録日のメインの日は初日になるのかなと思ったんですけれども、やっぱりこれまで通りアリーナは2日目が中心なのかなってちょっと思いました。ただオンザロード2016なんかは明らかにほとんどが2日目だったんで、今回は初日の割合もだいぶ多いことになりますね。またちょっと厄介なのが、オンザロード2022の映像作品の収録があった NHK ホール 2days は、初日はステージの目の前にレールカメラがあって、2日目はレールカメラが一切なかったんで、
翔吾さんをステージの下からレールカメラで摂写した映像は完全に初日の映像だと特定できたんですけれども、今回はセンターのレールカメラは収録日全部にあったみたいなんで、どの日のものかの特定が難しいんですよね。まあ、今回のトレーラー動画で埼玉初日か2日目か特定できる映像で、同じアングルのものもいくつかあったので改めて整理してみると、ステージ左右とアリーナ席後方のクレーンカメラの映像、そして200レベルと言われるスタンド席の下の方から撮った映像、そしてアリーナ席のレールカメラで撮られた映像はおそらく埼玉初日で、でアリーナ席の前方の通路を縦に動くハンディカメラの映像と、中央からの引きの定点の映像と、センターステージの映像のメインステージ側から撮ったレールカメラの映像と、400レベルと言われるスタンド席の一番高いところから撮られた映像はおそらく埼玉2日目の映像です。これという根拠はないんですけれども、ここまではほぼ間違いないかなと思います。ただ問題はやっぱり翔吾さんを摂写するレールカメラとか定点カメラの映像がどの日のものかはわからないっていうことですね。これはもう例えば1個前の定点カメラの摂写のカットがクレーンカメラの映像に切り替わった時とか、あるいはクレーンカメラが映り込んでいるカットに切り替わった時に、翔吾さんやメンバーの皆さんの動きとか立ち位置がつながっていれば埼玉か有明初日の映像だみたいな形で特定していくしかないと思います。またもし今回のトレーラー映像を見て自分の姿が映っていたのを確認できたという方とか、カメラの配置の記憶を改めて思い出したとか覚えているっていう方がいらっしゃったら、引き続き情報をいただければと思います。またこれは以前の動画でもお話ししたんですけれども、おそらく今回の映像作品の本編でもカットされないであろう MC で、埼玉初日は翔吾さんが言い間違えをした特徴的な部分があるんですね。まずリトルロッカーズメドレーの途中の MC で、このメドレーをやっていたのは1980年代の後半じゃなかったな、前半だったみたいな風に言い直していたという点と、ダブルアンコールの時にツアーのセットリストについて、本来は1976年から1986年までの楽曲からの選曲って言わなければいけないところを、埼玉初日は1976年から1989年って言い間違えていた点ですね。多分ここは言い間違えをしていないであろう公演の映像と音源が使われる可能性が高いので、ここの映像は埼玉初日ではないなというのが特定できたり、その映像のアングルから前編を通じてこのアングルから撮られた映像は2日目だみたいに特定できるかもしれないですね。まあいろいろ言いましたけれども、埼玉2日間と有明初日全部行ったよっていう方は、こんな小難しいことを気にせずに映像作品を楽しめると思うので羨ましい限りです。またトレーラー動画では自分は有明と特定できる映像がなかったんで、本編にどれだけ有明だと分かる映像が収録されているかはちょっと楽しみですね。まあ、もしかすると撮影後に有明の映像はあまり良くないから埼玉オンリーで構成して特典映像のみ有明にするっていう風に判断された可能性もありますけれども、ハローロックンロールシティなんかで埼玉シティと東京シティが混ぜられてるかもしれないですね。まあ、口頭でお話しするのがかなりややこしい話題だったんで、ここまで聞いてくださった皆さんもちょっと混乱してるかもしれないですけれども、まあ、埼玉有明どこかの公演に参加して、まあ、自分が映り込んでいないかなって気になる皆さんは、ぜひ DVD ブルーレイが届いたら久保木と同じ気持ちを味わっていただきたいなと思います。また万が一自分が見落としているだけで収録日の中でもメンバーの皆さんの衣装が違う日があるみたいな、そういうことに気づいた方がいらっしゃったら、ぜひコメントで教えていただければと思います。ゆるく長く話してしまいましたけれども、あと数日楽しみに発売を待ちましょう。というわけで今回もご視聴ありがとうございました。泣きたく